幕張新都心メッセアミューズモールメッセアミューズモールは千葉県千葉市三浜区にある複合商業施設ユナイテッドシネマが運営するシネプレックス幕張などが入居する海浜幕張駅北口よりメッセアミューズモールを望む2002年6月17日幕張新都心の海浜幕張駅北口にオープンし千葉工業関連会社の千葉復興ユナイテッドシネマ 角川などが所有、主なテナントとして、セガエンタテインメントのクラブセガ幕張り、ユナイテッドシネマが運営するシネプレックス幕張りなどが入居した。ロイヤルリース本社が入居しており、施設のサブリース事業を展開している。千葉県企業土地管理局では、2021年6月7日に貸付期間が満了し、 次期事業予定者の募集を2018年12月19日から開始した。ロイヤルリースは2019年3月27日に県有地を取得し、2027年をめどに大型複合商業施設を整備する方針を明らかにした。2020年4月までにリニューアル工事を行い、2024年までは既存の施設の外観や内装を一部改装した上で、 映画館や飲食店を中心とした現在の営業体制を続け、2025年以降に施設の建て替えに着手し、2027年後半には選出規模のホテルや映画館、飲食店、温浴施設が入る大型複合商業施設を開業する予定である。幕張新都心周辺のホテルは、幕張メッセや千葉マリンスタジアムなどの来場者のほか 京葉線、沿線のディズニーリゾートなどを訪れる、幅広い客層への需要が高まっており、大型複合商業施設の開業は、駅前の利便性を活かした、さらなる需要を想定している。以下、主なテナント。その他、ヘルスケア施設、歯科クリニックなどが入居する、海浜幕張駅周辺の商業施設。ありがとうございます。